ラジオスイートの金の皆さん、こんばんは。2014年3月19日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。ということで、今日も私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、ひでぞう吉田ひでぞうでお送りします。はい、よろしくお願いします。暖かくなりましたね。ね、先月は寒いという話でね、最初から最後まで話してましたけど、本当にすっかり暖かくなって春らしくなりました。はい、今日ちょっと春らしい話題から入ろうかなと思って、ちょっと調べてきたことがあるんですけども、あの梅が咲いてるでしょ今、はい、まだ桜は咲いてない、はい、ちょっと梅の話をしたいなと思っていいかな。なんかね、年取ったしかな、私最近ね、梅がねいいなと思って、うん、なんか梅にね心を惹かれてる今日この頃なので、梅のことを最近よく調べてるんですけれどもね、梅ってバラ科桜属なので、桜と一緒なの、種類的には。うん、でちょっとだけ調べてきたんだけども、江戸時代以降ね、花見といえば桜なんですけども、奈良時代以前に桜で花といえばあの梅だったんですって。うん、で、平安京御所のね、紫宸殿っていうところ前に左近の桜、右近の橘ってあるんだけど、お雛様の時それ飾ってあるんだけどね、それが立った時、創建当初は桜ではなく梅であったそうです。はい、ね、あ、感動ないとか言って、いや、そうなんて、興味ない、いや、あるほんま、はい、もうちょっと大丈夫、はい、いいですか、いいですか、どうぞ。あの当時はソメイヨシノはなかったですよね。あ、ソメイヨシノはなかったですね。だからじゃないんですかね。あのね、桜はね切り込めないんですよ。はいはいはい、はい、でそれもあったらしいんですけれども、あの昔は梅の方が奥ゆかしいというか、歌になりやすいというか、やっぱ好まれてたそうです。なるほどね。はい、で、桜切るバカ、梅切らぬバカっていうね歌があるんだけども、桜はね切ると切り口からね腐敗しがちなのよ。だから桜ってあんまり切り込んで盆栽とかにしないでしょ。で梅はあの実がつく枝がね、あの数年で枯れていくので、次々切っていってあげないとダメなんですって。うん、だから剪定すればするほどいいっていうね、そういうのもあって盆栽好きな日本人には梅の方が向いてたりしたらしい。うん、ちょっとかんかあの調べてきて、もう一つキュンとすることがあるんだけど、梅といえば菅原道真やね、あの太宰府に させる時にね、あの庭に、家の庭にね梅が植わってたんですって、道真の家の庭に。で流される前にね、その梅に別れを惜しんで歌を詠んでるね、菅原道真が。こち深場匂い起こせよ梅の花、主なしとて春名忘れそう、梅にさよならって歌ったらしいよ。でその後で飛ばされた太宰府にね、その庭の梅が道真を追って飛んできたという伝説があるんですって。非売伝説、梅が飛ぶ伝説。あれ感動してない頼むわ。もうあれなんですよ、僕梅って聞いた時から、うん、頭の中が梅干しでいっぱい、じゃあ梅ジュースでいっぱいなんです酸っぱい、やだ、スパイスパイ、梅ジュースばっかりやからこう聞いてるんですけど、梅ジュースがこうロマンチックなこと言ってんねん私。で梅をね、あの剣の木とかにしてるとこも結構あって、するね、大阪はね梅の花が風の花なんだ、珍しいね。でもちろん長浜ね、有名な滋賀県長浜は市の花が梅です。で国の花として梅を、あの国家としているのは中華民国なんですね。はあ、よう勉強してきたわ。これはウィキペディア見たらみんな載ってますのでねということで、私最近梅が大好きというお話を最初させていただきました、はい、ちょっと春らしくなっていただけましたでしょうか。今日はそんな梅なんかぶっ飛ばすぐらいめっちゃ可愛い綺麗なゲストさんお呼びでございます、はい、もういい匂いです、めっちゃいい匂いがスタジオに漂っております、
今日はこの素敵なねゲストさんもうすぐご紹介いたします。でガンガンメールを送ってきてほしいと思いますので、メール番号ひでぞうがここでお知らせいたします。はい、メール番号は99@siga.tv 99@siga.tv まで、もりもりお待ちしております。もりもり梅ジュースです。はい、はい、送ってきてください。ということで、この後は芸能コーナーに、芸能じゃないわもう緊張してるしゲストコーナーに入りますのでお待ちください。はい、ここからはゲストコーナーでございます。今日のゲストさん、キーちゃんです。イエーイ、こんばんは、キーと申します。どうも初めまして。いやもうライト浴びてますね。ほんまですよ、このライト普段から欲しい。もう持って帰っていいよ。いい赤めっちゃ首振った。では初めましてございます。キーちゃんという紹介でいいのかちょっと分からないんですけど、そこのとこはご自分からね、はい、言っていただきましょう。自己紹介お願いします。ありがとうございます。私名前がキー、鍵の K-E-Y のキーと申します。ケイちゃんじゃないんですね。キーちゃんなんですね。よう言われるんですよ、ね、ケイちゃんと言われるんですけどね、あの鍵っ子キーでございますので、はい、以後ケイはブブーですよ。はい、お願いいたします。はい、そうなんです、私ですね、歌を歌っておりましてですね、はい、歌い人キーとして、普段は活動をしておりまして、今日は告知等々も含めて、松崎さんことえっちゃんに呼んでいただいて、こちらに出演ということでさせていただいております。いろいろちょっと詳しいことをなんか皆さんに、はい、ぼちぼちね、掘り下げていきたいと思いますので、はいはい、知っていただければなと思いますので、はい、キーちゃんはどちらの出身でしょうか。うちはですね、滋賀県 の草津というところの出身です。滋賀県人なんですよ。滋賀県人ですよ、もう生粋の滋賀県人です。ずっと草津ですか。生まれも育ちも草津。生まれも育ちも草津で、10年間ほどちょっと東京の方に行ってて、そう、ね、その話もしなってますよね。そうなんですよ。でももうそのなんていうんですか、もういろんな人生のなんていうんですか、もう下積みはすべて草津で、草津で、はい、育ちました。そうなんですよ。その草津におられた時から歌は歌っておられたんですか。それが歌は高校の時から本格的に始めて、うん、それまでは歌っていうことじゃなくて、音楽をずっと、例えばエレクトーンとか、はいはいはい、吹奏楽とか、うんうん、鼓笛隊とか、うん、そういうのでこうもう小さい頃から音楽にはずっと触れたような、うん、生活をしてたんですけど、歌はほんまになんかそれこそいわゆる高校のノリでバンドやらへんかみたいなノリで始めて、うん、で本格的に歌ちょっと歌っていこうかな思ったのはもう20歳ぐらいでしたね。そうですか、はい。でそのね、草津から東京に、うん、華々しく旅立たれる直前ぐらいに私お会いしました。そうなんですよね、本当にね。時でこれからちょっとプロデビューする、ね、女の子がいるよっていうことで初めてお会いしたので、うん、その頃と全然変わっておられないんですけど、あの時も二十歳超えておられたんですね。あれね、超えてました、あの時は。そうなんですね。もうほんまに少女だと思ってました。いやもう何にも知らへん、もうほんまに子供でした。あの時はもうほんまそうなんですよ。その時から元気で、ひでぞうの話入ってきてな。そう、ほんまにほんま、そう、ひでぞうさんの存在は私は物ごつこう一番今日お会いしたかった、はい、方で、なんかYouTube ね、これ、はい、言っていいんですよね、映ってるんですよね。そう、はい、皆さん見てはると思うんですけど、うちも映像結構見てくれてて、そう、はい、その時に私今日どっちか言ったらラジオに出演するっていう体で来るっていうイメージがあったんですけど、YouTube 見た時に最初のオープニングパッてこう言わはった後ずっと喋らはらへん、はい、ちょっと待ってラジオって、待ってマイク立ってるやろ、音声も入ってるやんな、ラジオやんな、いや喋ってへん確実に、うん、と思ってね、めっちゃ気になるわこの人思ったんですよ。ほんまに出てんのかって言われる感じ。いや映像ではすごい目立つよね。そう、一番目立ってはるんですよ、うん、ほんで
どんだけ人数来ても一番目立ってあるんですよ。ほんまに。で、すごい気になってたそうです。そう、皆さん、ね、YouTube で見るより男前思いました。あ、別に 何か欲しいって言わけちゃうんですけど、これほんまです。よかったね、いきなり褒めてもらって。そう、いやほんまに、うん、ということでね、はい、キーちゃんは切って切って、もう行きましょう行きましょう、まあ、華々しく。あ、そうですそうです、東京行かれたわけですよ、はい、で最初はあの3人、キーちゃんと男の人2人とね、そうバンドやってました。バンドであの CD を出されたんですね。そうなんですよね。その時のこう どういう季節でそのね CD を発売するに至ったとか、そのメンバーはどういう方々だったんですか？そう、もうこれもねまたよくある話なんですけどね、もともとほんまにあのボーカル私がやってて、うんうんうん、ドラムベースギターっていうバンドの4人メンバーでやってたんですけれども、うんうん、まあ、いろんな事情でみんな離れていって、はいはい、でギターと2人だけがあの残って、うん、その時まだ大阪で活動をちょっとしてた時期あったんですよ、まで、うんね、そうなんですよ、うん、でもう2人きりになって、大阪でぼちぼちやるのもええけど、うんうんうん、もうこの辺でちょっとなんか一発やったのかみたいな勢いで東京に行って、うんうん、はい、でそこで東京で、新たな男性ボーカルをあの入れて、うん、でその3人で、その当時ちょっと打ち込みとかっていうものを使ったりとかしてあのバンドをやっていた時期だったんですね。そうなんですね、はい、なかなかねあの垢抜けたっていうか、まあ、古臭い言葉やけどいえいえこじゃれたグループでしたね、うん、なんかね、あのツーボーカルなわけですよ、女性と男性のね。そうなんです、そうなんです。ちょっと打ち込みを使ってね、あのなんか前衛的なかっこいいバンドでしたね、うん、ありがとうございます。ここで何回もかけさせていただいたんです。そう、滋賀県をちょっと題材にした曲を作ったり、マザーレイクっていう曲がね私大好きでね、何回かかけさせてもらったんですけど、す本人でございます。やっと来ていただきました、はい、ありがとうございます。本当にそのキーちゃんって女の子いるのかというねそういう質問が来るぐらい私が嘘ついたのみたいに言われてました。います、すいません、よろしくお願いします。で、そんちゃん、はい、とりあえず本当に歌ってたっていうのをそうです、ね、証明するためにね、あのその東京で録音された CD の、はい、一曲をまず聴いていただきたいと思うので、はい、その曲をまず紹介していただいて。あ、わかりました、一緒に聴きましょう、はい、はい、お願いします。じゃあ当時組んでいたバンド名、スパイクドボールでスタンドアップ。I'm ready、 さあ肌くくりな、扉開け破る、覚悟決めな、言い訳考えてんじゃね、悩んでるの、あ、そんな時間はね、守って君はただここで立ち止まって、まだ見ぬ未来にいつも怯えてるの、 Can't you see you are not、 心配は無駄なだけ、oh、 甘えるんじゃね、舐め合うんじゃね、最強の力を生み出すため、選んだ扉から続く道がまだ同じ向き向いているのなら、覚えておけ、穴という穴開いて聞け、友や恋人や家族が今はここ
はい、聞いていただきました。いかがですか、ご本人も。いやもうこうやってラジオで聞いたらまた違う感覚じゃないですか。なんかね、久しぶりにこの CD 聞いたんで、うん、もうすいません、ほんま恥ずかしいっていう一言なんですけど。どうですか、静岡君、ご感想。いや、ずっとこじゃれてるでしょ。こう乗ってました、乗ってました、ほんまに。もう YouTube で 見ますからね、ほんまかどうか。もうお前今ずっと喋ってたの、シーンとしてたよね。ね、うん、ほんまに。もうこれ隠さないで、こんなカメラたくさんたくさん撮られてるから。いや結構上手なんですね、こういう感じで持ち上げてくださる。大人ですからね。いやもう、あ、そうなんですか。おっさんですもん。そうですか、おっちゃんです。おっちゃん、おっちゃん、ヒョウ柄着てる。可愛らしい格好してはるのに、うん、ということで。あ、そうか、おっちゃんは。このね、今聴いていただいた曲をね、はい、あの歌ってたバンドさんと、まあ、東京で頑張りましたけれども、それはそれでね、あの、まあ、ある程度達成して、そうですね、まあ、皆さんそれぞれの道を進まれて、キイちゃんはめでたく滋賀に戻られました。告白しました。もうありがとうございます。お帰りなさい、キイちゃん。ただいまです、もうほんまありがとうございます。つい先日なんですか。つい先日帰ってこられました。いや、まあ、というでも、もう若干2年ぐらい経ってるんですけれどもね。そう、でもで、また帰ってきました言った時に連絡が。そうそう、それもちゃん帰ってきました。いや、たまたまですよね。なんかご縁がご縁を生んで、なんか連絡をさせていただくことになり、帰ってきたんですか。そうで、今もこういう形でっていう風に、で、ね、で今日こうやって妖怪地に来ていただいたんですけれども、はいはい、妖怪地は草津の人で、まあまあまあ来るとは思うけど、うんうんうん、なんかご縁ありましたか。そうなんですよ、それが私、以前ちょっと、あの、まあ、取材をするような仕事をやったりとかもしてたんですけれど、はい、妖怪人だったのね、なんてね。ちょっとね。いや一瞬、いやでもなんかそういうと、その時にその東近江愛東町、はいはい、マーガレットステーションですね。そうです。あ、こ行ったの。あそこにも行きましたし、その近くにある愛東メロンとか、はいはいはい、有名どころじゃないですか。でしょ、うん、ものすごい美味しいじゃないですか。そこを何黙って食べに行ったの。それやったら多分私ここにいないです。そんな多分捕まってますよね。ちゃんとした理由で、ちゃんとした理由で、そう、はい、メロンの取材をしに行きつつ、はい、マーガレットステーションに、うん、まあ行ってで、うん、そちらでも取材をしたりとか、うん、あとあれです、ブルーベリー。あー、ブルーベリー有名やね。なんせフルーツがすごく美味しいんですよ。ふーん言うて、ふーん言うてありますけど、まあまあここあえてさらっと、ね、今上でやん。あ、そうか、上でいっぱいある。そうか、そうですね、そうです、失礼しました。それを仕事に来られた。そうなんですよ、うん、それで何度かこちらに来たこともあるっていうのとか、はい、あとまあそのこの2年間の間に少しずつちょっとこういう歌の活動もさせてもらった時に、はい、去年ですね。去年も出たんですよね、ビオクジャズフェスティバル。そうです、そうです、去年出させていただきました。初めてだったんです。初めて出させていただいて、 その他にもご当地うどんサミットっていうのをやってはるじゃないですか。それのステージで、うん、今うどん早食いした。したかったっていうか、むしろもうしたけど、個人的にね、個人的にしましたけど、そのステージの上ではやってないです。もうみんな食べるのいっぱいで、あんま見てはらない。ごめんなさい、二の線でいきます。どんでもない、すいません。ありがとうございます。キーちゃんの変な部分を引き出してしまいました。ごめんなさい。そうなんですよ、まあ、とにかくそこで歌わせていただいて、そこで歌ったんですね、はい、ことをやらせていただいているので、はい、何度かこちらには来てますし、ここの前も通ってますし、でもちろんね、今年も出ますということでね。そうなんです。まあ、それはちょっともうちょっと引っ張っておきましょうか、おいおい、はいはい、後で紹介しましょう、はいはいはい、という感じで結構来てます。じゃあその今はどういうユニットというか、どんな歌を歌って、前のそのバンドの曲を歌ってるわけじゃないんですよね。そうなんですよ、今は一人で一応まあキーとして私は歌の活動してるんですけれども、うんうんうん、よくまあイベントとか、そういうさっきの言うたうどんサミットとか、そういうところで歌わせていただくことが増えているので、はい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 、一応ユニットという形でですね、はい、アルデンテという名前で、はいはいはい、ギターの方と2人で、うんうん、今はライブとかを活動させてもらってます。その曲はキーちゃんが作ってるんですか。そうです、もともと私東京いた時後半は一人でちょっと歌を歌っていることが多くて、でその時に作った曲だったりとか。あ、そうですか、はい、最近もちょいちょい、まあ、制作したりとかして、まあ、メロディーはちょっと別の方に頼んだりとかするんですけど、歌詞を中心に歌詞は作るんですね、はい、作ったりとかしてますね、はい、その曲を最近歌ったりしてます。今日はね、はい、その曲を
ついこの間なんか録音したということで、たまたまね、おやおやですよね。そう、先月ちょっとあの横浜の方に、横浜の方にとかちょっとかっこいいかもしれへん、うん、はい、私だけからそんな思ってんの、うん、あのかっこいいと思いますか。ありがとう。だってなんか前一回ここに出てもらう予定あった時もなんか東京で打ち合わせがあるからとかね、なんとかね、入って急に来れなくなったというかっこいい路線に行ってはるんですけど、一丁前なこと言うて、もうほんまに、はい、もうね、田舎っぺはそういうのが好きなんですよ。いい、もう大好き、みんな好き、みんな好き、みんな好きですか、うん、そうそうそう、まあ、その、うん、そこであのレコーディングをさせていただいて、私の CD ではないんですけれども、はい、あのまあ、あるピアニストの方の CD アルバムにちょっと2曲ほどオリジナルを入れていただくというご縁がありまして、うん、でそれをきっかけにちょっとそのレコーディングをたまたま先月やるっていうことになりまして、かだから今日はその音源持ってきてもらったので、そう、しかも、ね、しかもその今日を聞いていただくやつっていうのは、うん、多分もう今日しか聞けないやつです、うん、あ、そうなの、あのピアノバージョンで、うん、普段はあの、まあ、バンドでやってる、あ、ごめんなさい、アコースティック の, そのギターでやってる、ギターさんでやってるんだ、ね、はい、やつなんですけども、うん、実際に CD で出すやつも、うん、あのもっとバージョン違う形でやるんですけど、ピアノの方が今日ラジオ出るたら、じゃあこれのためにっていうことで作っていただいた、皆さん今日ちょっと今録音時というか、ね、はい、でもまた聞けるし、よかったら、そう、大事にしましょう、じゃあそのバージョンもね、はい、よろしくお願いいたします、うん、はい、はい、そうなんですよね。で、キーちゃんはその歌を歌ってる以外、はい、普段は何をしてるのかしらね。そうですね、なんかね、何をしてるんだろうこの人。私ね、はい、ちょっと当ててみましょう。はいはいはい、どんなふうに見えますか。どんな生活をしているように見えますか。顔しよう、例えばどう思う。想像つかないでしょ。浮かぶのはね、うんうん、モーターじゃない、うん、うん、オールタイプの船を漕いで、うんうんうん、大見大橋の、うん、下でこうやって、うん、そんなことしてそう。今からちょっとやってこようかな。モーターじゃないやつで、木のね、手漕ぎでね、手漕ぎの、それはそれで似合うかもね。大宮大橋の下 で, 下で、ね、もう限定なんですね、はい、あそこ多分まあまあ流れ強いから、私多分こうじゃなくて多分こういう感じになるかもしれないけど、そういうイメージ。そう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 、あー、すごいこと思いつくでしょ。あの発想のなんかも原点が全然違いますよね、うん、素晴らしい。ムッとしてない今。いや、もう全然。いや、だってそれってね、それってね、琵琶湖の中にねずっと浮いているイメージってことでしょ。あ、そう、やっぱ ね, しあね、結構頑張ってる感じ。そう、雨が降ったらカッパを着ればいい。あー、なるほど、着るやもんで、自然体って感じ。あ、ナチュラルなんや。あ、そういうことですね。よく言えばね。いや、ありがとうございます。本当にね、何をしてるかね、想像つかないと思うんですよ。なんか ね, そうですね、あのモデルさんをしてるのかな。とんでもない。なもうこんなん無理で、それは無理です。アナウンサーさんなんかな、いろいろあるでしょ。いえいえ、あのね、そうなんですよ。普段はあのちょっとこう、あのイベントの司会をやらせていただいたりとか、まあ、歌も歌ったりとか、あの本当それこそいろんなことしてます。うん、もうあの隙間産業で、もうほんまにそこに仕事があったら、すごいかかったら行く感じですね。もう何でもかんでも、しときましょう。ぜひともよろしくお願いします。キーちゃん何でもあります。よろしくお願いします。もう何でもやります。裏方作業でも何でも。はい、申し込みはこちら。こちらまで出てへん、出てへん。出るのよ、ちゃんと。出んの。ちゃんと出るから。ちょ、ここほんまに。あの見てはる人わからへんと思うんですけど、すごい機材が結構いいのが揃ってて。某ラジオ局よりすごいかもしれない。いや、ほんまですよ、びっくりするんですよ、本当に。ということで、ということで、区切らんとね、まあまあ続いていってしまうから。ということで、あのまたね、あのいつかね、あの私夢にしてるんですけど、なんか年越しエンドレスラジオみたいなやりたいんですよ。もう私も今日今何時間目、6時間、あ、もうちょっとおにぎり食べながらみたいなね、なんかそのなんていうたらのそのマラソンラジオみたいな、とことん喋りかけるとね、アドレナリンが出てきて、もうすごい楽しくなるんだって。一回死ぬまでにその喜び味わってみたいので、ちょっとスポンサー集めてね。いや、やりましょうよ、ちょっとそれ。やりたい。値段交渉するわ。いくら集めたらやらせてくれるのか。一回やりたい、そのエンドレスラジオ。いやっていう時にぜひ来てね。ぜひ、もうなんかもう何でも、それこそ裏方でも何でもします。もうお茶組でも何でも。ということで。ということで、そのキーちゃんがね、はい、一番最近に音源を作ったという曲を聴かせていただきましょうか。はい。はい、じゃあ曲紹介でいいですかね。はい、お願いします。はい、キーで愛の形。
Radio Sweet.
ちゃん、ここからヒデゾー君のコーナーがございます、はい、お付き合いください、はい、あ、もちろんです。今日はせっかくキーちゃん来られてますのでね、はい、特別なことをさせてもらいたいと思います、はい、こう見えて司会もできるしインタビューもうまいということでね、キーちゃんのインタビュアーとしての才能をここでチラリと見せていただいたら仕事来るかもしれないのでね、なんて上手なんだみたいな、ね、一番世の中でインタビューしにくいヒデゾーに、はい、ね、インタビューしてうまく話を引き出せたらもうこれはすごいと、はい、ということで、キーちゃんがヒデゾーにインタビューをするということをやらせていただきたいと思います。どん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 、はい、では、はい、スタート。よし、ではよろしくお願いいたします。お願いいたします。まあ、いっぱい興味があることはありすぎて、はい、もう時間内に収まるかどうかわからないんですけれども、はい、まあ、強いてまず一番聞きたいのは、はい、今日かけてはるここに置かれたこのメガネ、メガネどこで買わはったんですか？その質問ですか？本当に、いや、これ多分ちょっとカメラでも映らへんのかな、なんかすごい綺麗な色してはってね、これを選ばはるセンスがまず必要なのと、あとやっぱこうやって自分に似合わはるっていうのを思って買ってはると思うんですけれども、そういうのをどういうお店で探してはるのかなって気になるから、ぜひここでちょっと、あ、お名前、店の名前は言えへんかもしれへんから、じゃあどのあたりで買わはったみたいなのって教えてもらえると嬉しいです。これ草津です。近くで、出身地じゃないですか？ほんまですやん、キーちゃん地じゃないですか？もしかして草津ですよ。え、ちょ、真剣に後で教えてください。私ほんまにメガネ今探してるんで、めっちゃいいところ知りたいんです。ね、おじさんがやってるんですけど、はい、すごく、まあ、おじさんのお兄さんか、うん、お兄さんの、はメガネが好きなんです。へえ、おじさんのお兄さんがメガネが好き。じゃあ、落ち着いて落ち着いて、はい、深呼吸、はい、うーん、オッケー。うちがいると思った。ちょっとメガネ屋さんのお兄さんが、はメガネが好きなんです。そりゃそうでしょ、メガネ屋さん。せやね、まあせやね、そうですね。めっちゃメガネが好きで、めっちゃ置いてあるんです。あ、で、僕が通ってるんです、もう長年ね、うん、へえ。で、売れないらしいです。なんでですか？僕が欲しがるメガネが、だから置けない、もう店やってられへんと。はあ、はあ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 。もう売れ残って売れ残って、だから一般的に売れるものをもう導入してるんです。でその中で売れへんやろうっていうやつばっかり言うんですよ、僕が。はあはあはあ。ただそのこれも違う色があったんですよ。へえ。それは銀色と黒なんです。はあ。すごく誰でも似合うもので、僕はそれしか置いてなかったんで、それを買いに行こうと思ったら売り切れたんです、うん、でただ日本にまだあと何個かあるかもわからん言うて、色が4つあったんです。うーん、赤と白とみたいな。で僕はここの金色がいいと思ったんです。うん、またそれをね、うまくそうやって自分でかけてね、こう似合わはるような感じでね、つけてはんのがね、いいなと思ってね。うん、よかったじゃないですか。じゃあ解決しましたね。ほんまですよ、ありがとうございました。じゃあ2つということで、はい、ありがとうございます。売れ残ってるやつ書きに行ってあげてください。あ、そういうことか。まあでもね、売れ残ってるってことはやっぱりね、個性的なやつが残ってるね。いや、置かない。あ、もう置かないのか。置かない。もう置いてないです。私だってテクニックがないですもん。じゃあ一緒に選んでもらうっていう形でお願いします。いいとこにも収まりそうじゃない。よろしくお願いいたします。草津、じゃあ2人で、ね、いいですか？メガネを、はい、メガネを見に行きましょう。お願いします、はい、でまた報告してください。ありがとうございました。おも、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、インタビュアーコーナーでございました。はい、終わり終わり。喋りたかった。うまくいった？喋りやすかったですか？喋りやすかった。一生懸命喋ってくれるからね。僕ね、嫌な思いしないよね。キーと聞いて、うん、漢字じゃなくて英語ですよね、うん、そうなんです。英語で、もうあれからね、僕ブルーの看板であるじゃないですか、コーヒーのね、うんうん、あー、キーコーヒー、あればっかりがね、ブルーのコーヒーのキーコーヒー、ブルーと黄色の、もうあればっかり
かりがあってね、もう喋れないです、ね、そうなんや。秀蔵さんは基本食べ物が思いつくんですね。ああ、こうパッとね、パッとね、美味しいものまた教えてください。じゃあ、はい、はい、ということで、はい、ということで秀蔵の曲をね、1曲あ、聞きたいです。キーちゃん一緒に聞いてあげてください。ぜひぜひ、ぜひです、はい、秀蔵くん紹介してください。はい、タイトルはございません。聞いてください、秀蔵です。スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど大江機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。
本社は東近江市幸町2番28号こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233 電話番号0748-23-2233です。以上スポンサーからのお知らせでした。はい、それではここからまたキーちゃんに入っていただきまして、続きよろしくお願いします。番組にメールをいただいておりまして、おー、はい、メールありがとうございます。メールが来てましてね、すごい嬉しい。これでね、もしも質問してくださるんですよ。それにキーちゃんも一緒に答えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。で、ゾクもよろしくね。はい、はい、ではまずお一人目です。ダックスビルさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しみに聞かさせていただいています。ところで、国会でアントニオ猪木議員が元気ですかと怒鳴ってニュースになりましたが、国会で怒鳴ってほしいフレーズは何ですか。よろしくお願いします。難しいよ。でも面白いよこれ。いいですか、うちも。じゃあキイちゃんどうぞ。愛し合ってるか。ああ、よう感だね。ありがとうございました。もう仕事してない。全国版。ちょっと待ってください。あれ次、あれ次、次とかないで、ないんですか、ないんですか。乗り悪いよね。全然浮かばへんわ。ほんまですか。なんか、じゃあせっかくね、国会というそういう場にいたら、うん、叫べって言われたらもう。しちゃってますかですか。ぐらいちゃうかな、うちやったら。そうですか。なんかね、私らってダメですか。だっていい機会じゃないですか。国会でしゃもうそんな叫べることなんて、そうそうないで。じゃあ私言うとく、はい、キーはよろしく。ギャーン。あ、エコかけてくれ。しかもキャーンがキャーンがかかる。めっちゃおもろいことになってますけど。パス、ありがとうございます。じゃあ、ドクパスです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。リアライジさんです。いつもありがとうございま す, います。皆さんこんばんは。こんばんは。あっという間に3月もあと少しで終わり、4月からいよいよ消費税が上がりますね。皆さんは駆け込みで何か購入されたり買いだめされたものとかありますか。ちなみに私は子どものおむつを大量買いしたところです。どうですかキーちゃん。うちね、いや、おむつ分かります。駆け込み購入。そう、おいっ子のおむつも駆け込みやりましたけど、はい、うちね、なんでか知らんけどこういう時に限って冷蔵庫と洗濯機が一気に壊れまして。ちょうどよかったよね、思い切れて思うでしょ、うん、ところがね、その買い替えで、うん、買い替えされる方やったらいいんですけど、うん、うちはほんまに壊れてしもうたから、あらら、買いに行きました、はい、分かりました。で、今みんな買いに来てるもんで在庫がないんですよ。あらら、そんなことになってんの世の中。そう、1ヶ月待ちぐらいで、うん、冷凍庫のドアが閉まらない状態が今1ヶ月と、あと洗濯機が回らなくて、うちのお母さんガムテープ貼っつけてからこうやって押さえてからなんとか動くみたいなのを1ヶ月過ごしているんですよ。そんな大変なことが起きてるんや。そうなんです。だからね、駆け込みもね、まあいろんな、どんどんしてくださいということよね。いや、ほんまそうですね。もう困ってる人間もいました、いますということで、ね、はい。私たちないよね。ごめん、何の言われんやろ。そういうのなんかあんまりな、そうなんですよね。いや、ないんですよ。いや、ないと思います。ないですよ、それはないです。うちのね、周りで怒ることがね、ほんま特別なんですよ。もうキーちゃん、それからバーって盛り上げて、うちなんのなんか一切ないよね。そうですよね、もうほんまそうなんですよ。すいません。そうなんっていう感じ。そうそうそう、なんかいろいろ怒るんですよ。普段から買いだめへんのでね。いや、ほんまトイレットペーパー切れてるわと思って買いに行く感じですね。そうなんですよね。ごめんね、ノリワールって。ごめんね。いやいや、全然。リアライズさんごめんね、私たちそういうの全くない。でもキーちゃんの今のね、この頑張った発言で許してください。もうすいません。おむつ大変。お母さんずっと押さえて洗濯頑張ってください。ほんまです。ありがとうございます。ということで、もう一件あります。もう一件いきますよ。はい。もう一件いきます。はい。ちょっとね、ラジオネームは書いてくださってないので、はい、すいません。ありがとうございます。キーさん、はいはい、いろいろとメディアに出る機会が増えてきましたね。応援していますよ。にゃ、せっかくなので4月19日のジャズフェスの件 PR を忘れずにね。あー、知ってくださってる方ですね。もちろんそれを今からやらせていただきたいと思っております。ありがとうございます。はい、はいはい、ではもう、それに行きましょう。はい、
そうですね、今後ですけれどもですね、今、はい、あのお話ありましたようにですね、4月の19日の土曜日なんですけれども、はい、ここ東近江ジャズフェスティバルというのがね行われます、はい、で、はい、そちらに出演させていただくんですけれども、私は、時間12時半から、はい、会場がですねアピアセントラルコートといいまして、はい、八日市駅から多分徒歩で降りたとこの建物の入ったとこです、はい、もう一番上がりやすいです。そうなんですよ、はい、の場所になっております。 もう雨降っても大丈夫だし、いいとこですね、はいはい、そこで歌わせていただきますので、12時半、1番目ってことです。1番目ってことなので早く来てあげてください。ぜひ同じステージで次の次に、14時30分から佐久間理子ちゃんも同じ場所に出られます。そうなんですよ、はい、何度かね、あとね、うんうん、ここに出てくださった関係の方々、19日、うんうん、本町サンパークステージで同じ時間やん。そうなんですか。キイちゃんと同じ時間や。12時30分歌うとつぶえんさんです。いやー、一緒に頑張りましょう。私もう来るにしたってどっち行ってか分からへんやん。いやもう両方。あと、駅前ホコテンステージ、はい、最終組ですね。16時30分かな、これちっちゃくて読めない。最終組です、チキンソウルさんもお出になりやります。ほうほうほう。あとスマイルネットステージ、これも最終組です。Qさん、はい、お出になられます。19日、うんね、関係した方々、私たちの、ね、知ってる方々このぐらい出られますよ。で20日ももういっぱい出はるので、うん、前も先月も言ったんだけど一気に言います、はい、20日、アピアセントラルコート同じとこですね、はい、3組目13時30分かな、13時20分、ちっちゃいんですよ、違う。おまですね。シオンさんです。シオンさんね、有名ですね、はい、あと種屋のステージ12時からラグラグさん、ラグラグさん、よいしょ。広島劇下ステージ11時から、ね、タスクサウンドさん、やほやほで、同じく広島下下のステージさん、2組目クールサイト AA さん、12時からになってますね。12時からですね、はい、そうして大衆ホールステージの最終組、ゆか&フレンズ、ゆかちゃん来ます。はい、それからラジオスイートのステージ、ここですね、多分一組目ですよ。11時からですね、はい、はい、ハイサイさん、はいはい、ハイサイさん一組目です。このステージだそうで来てあげてくださいね。あとテニーステージ一組目11時半、カルミヤさんです、まあ、いっぱい出はるんですよ ね、 ね、本当に。同じくテニーステージ2組目12時30分、はい、水谷信人さんです。ああもう私ね、もう20日はね全部回ってます、すみません。19日はもうできたら頑張ってくる、うん、ああもうほんまでもね、とにかく皆さん見に来た、来てくださいね。うちもですけどね、このイベントほんま去年も参加させてもらって楽しいんですよ。いっぱいいろんなアーティスト見えるから、もうなんか有名なところの人たちはもちろんですけど、なんか行き当たりばったりの出会いを楽しみにね、来はるっていうのも、ね、もうぜひぜひキイちゃんに会いに来てくださいよ。一組目やからね、よろしくお願いします。早くに来てテンション上げてもらわないとね。そうもうね、しかも駅すぐ降りてのところなので、駅降りてすぐの建物のすぐのところやからね。そこからスタートしていろいろ回っていただくっていうのも手かな。キイちゃんも外で客呼び込みシーンも、あもうします。ここもうほんまにもうマイクいらんと思う、私の声はきっといらんと、叫んでたらもうぜひとも寄ってきてください。聞こえてると思います、この声がね。よろしくお願いいたします。ぜひアピアセントラルコート19日一組目12時半お昼も食べてんとね、うん、さっさと来てあげてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、はあ、やりきりました、やりきりましたね、やりきりました、はい、これ以外にライブもなかったらおっしゃってください。いいですか、すいません、ですね、はい、あと1個ですね決まっていますのがですね、はい、5月になります、はい、ゴールデンウィーク5月の4日の日曜日になるんですけれども、はい、こちら、夜8時から、はい、高槻ジャズストリートに、そっちも出るんや、出ることになりました。なるほど、はい、はい、出させていただくことになりまして、こちらもねいろんな会場がある中で、はい、私たちは炭火料理タント屋さんというところでですね、うん、高槻駅周辺になるのでちょっと探していただければと思うんですけれども、その時はキーズアコースティックユニットアルデンテというちょっと長いタイトルの名前で、アルデンテがついてる、ね、アルデンテはついてます、はい、出演をさせていただく予定なので、はい、ぜひともホームページをチェックしていただきたいのと、はい、私フェイスブックでですね、歌うたいキーという形でページを作っておりますので、はい、またそちらにも詳細載せてますので、はい、このラビジョンの番組のとこでも入れてありますから、はい、あそうですよね、はい、ありがとうございます。ぜひとも、もうかこんな時間に、はい、今日ね
ここ来る前に私とこの事務所にキイちゃん来てくれてたんですよね。そうなんですほのぼのするめっちゃ可愛らしいほのぼのする事務所に来てくれまして、でなんとこれを持ってきてくれた。そう、10周年ということで、河合神社っていう京都の河合神社っていうところの、うちの会社が法人になって10周年だったんですよ、ね、そうなんです。お祝いということで、なんかこれを、まあ、綺麗になるそうです。そう、ありがとう、綺麗になります。ありがとうございます。ぜひともです、食べてください。はい、はい、言い残したことがあったら言ってください。もう終わりですよ、もういっぱいあると思うけど。何、一言いいですか。どうぞどうぞ、言って言って。ライブ来て。あらそれ、冷蔵庫も言うことない。私はない、うん、なし。バーって圧倒された。ライブ来てや。ライブ来て。OK。 ありがとうございます。もう優しいです。もう皆さん優しい、ほんまに。あったかいスタジオです。もうほんまに感謝でございます。よく来てくれましたね。こちらこそ呼んでいただいて、もうめっちゃ楽しかったです。もうあのねもうすぐ第3水曜日キイちゃんに変わりますので。そんなことないですよ。お楽しみにしていてくださいね。もうほんまに私もあの年に1回ぐらいゲストで呼んでくださいね。お茶組程度やったらもう何でもやらせてください。ぜひ欲しいですよ。水曜日第3水曜日めっちゃ元気やなってなりますよね。いやもうそんな恐れ多くもほんまに。でもいけるいける。いや毎月1回、うん、あの松崎さんがされてるんですよね。1回だけやらせていただいてるんです、ね、もう本当に申し訳ない。もうほんまごめんなさいね。皆さんもとんでもない。本当にごめんなさい。もう YouTube で見れるっていうのがねまたいいですよね。結構見てくれてるんですよ、うん、私も見て今回も結構見てくれると思いますので、 Facebook で見てねってコマーシャルしてね。ぜひお願いします。わ、もちろんです。今回多分ね1000は超えると思いますね。ほんまですか。はい、1000を目標にしましょう。はい、お願いします。あ、楽しかった。いや結構時間経つの早い。早いでしょ。1時間ラジオって本当長い番組ですよ。そうですよね。普通ね、そんなゲストで出たらね、あの曲かけてたら喋るの1分もないない、うん、そう、うん、いやこんな喋れるなんて贅沢でしょ。1時間前にスタジオ入ってね30分打ち合わせして、うん、であの喋るの1分ぐらい。あ、なるほど。ほんまそう。さて、はい、最後の曲になりました。あ、はい、一番最初にかけた CD のね、うん、3曲目に入っているマザーレイクという曲なんですけれども。そうですね、スパイクドボール時代に作った曲になりますね。琵琶湖を持ってキイちゃんが作った曲で、私は本当に大好きで何回もかけさせていただきました。じゃあこの曲で今日はさようならしたいと思いますので。今日はありがとうございました、はい、この曲を紹介していただいてさようならしましょう。はい、ありがとうございます。聞いてください。じゃあキイちゃんの声でバイバイしますね。スパイクドボールでマザーレイク、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。一人ぼっちだった。踏まれることしか知らなかったのに、いつからか呼ばれていたんだ。まだね。 Sometimes I wanna see you。 声をかけてくれて初めて僕がここにいることで癒され、みんながいることを。そういうわけないじゃない、この地で育ち離れられない。疲れた私温めてくれる。まだレイク、レイの山、桜咲く季節優しく包み込むの。夏に上がる大津の花火、蓮の花かき分けるかいつぶり、吉野ざわめきに耳傾け、今の私がある。いつの間にか怯えてたんだ、また一人になるのが怖くて、離れて行かないように、綺麗
な水を保つことを決める。